皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、新潟の駅弁をご紹介させていただきます。まあ、新幹線に乗るときでも新潟から駅弁っていうのは買わないんですよ。駅弁ってだいたい旅行に行ったときに買う方が多いかなと思うんですけども、まずはですね、新潟の駅弁がどんなものがあるのかちょっと調べていきたいと思います。まずは新潟駅弁ランキングかな。新潟駅弁ならこれ、新潟駅でおすすめの人気駅弁10選、これ見てみましょうか。1位がエビ千両ちらし、2位がまさかいくら、3位が縁側押し寿司だって。ちょっといろんなサイト見てみますね。あ、でもね、どこのサイト見ても基本的には1位はこのエビ千両ちらしっていう弁当がほぼダントツ1位ですね。どこのサイト見ても載ってるし、大体1位、エビ千両ちらしはちょっと食べてみたいと思います。あとはもう行ってからかな。まあ、とりあえずネット見すぎてもちょっとイメージ偏っちゃうんで、とりあえず新潟駅行ってきますね。あるあるある。エビ千両ちらし、まさかいくら、なんでも寿司、縁側サーモンいくら、うまそう、縁側のし寿司、さけはらこ弁当、結構いっぱいあるね。あ、これよく見るな。この村上牛しぐれはよく見ますね。これ多分結構人気だと思う。ここに置いてあるのは基本全部人気なのかな。一番人気はね、これなんですよ、エビ千両ちらし。これは買っていきたいと思います。あとこれから2番人気かな、まさかいくら、なんでも寿司。この2つちょっと買ってきますね。あ、結構重たい。はい、今ですね、帰ってきました。今回買ったのはこちらですね、エビ千両ちらしとまさかいくら、なんでも寿司を買ってきました。まあ、大体そのランキングで1位2位のやつですね。それではですね、まずはこちらエビ千両ちらしから開けていきたいと思います。お品書きが書いてある。酢飯、うなぎ、小肌、蒸しエビにイカ、厚焼き卵にエビ、ガリですね。オープン。お、こんな感じですね。こちらは厚焼き卵ですね。で、せっかくなんでもう一個も開けてみようか。まさかいくら、なんでも寿司を開けてみますね。オープン。これ見た目いいね。これめちゃくちゃ見た目いいですね。いただきます。この厚焼き卵結構でかいね。すごい分厚いしでかい。あとなんかエビみたいなのがなってる。で、この下にうなぎとか小肌が乗ってるようですね。美味しそうだね。卵は甘めで美味しいです。
俺甘い卵好き。結構ね重量もあります。すごいね、持った時ずっしりします。酢飯の中に乾瓢かタケノコみたいなのが入ってますね。おいしい。1回に全部食べることができないんで、まあ、半分ずつ分けて食べようと思います。こちらはまさかいくらなんでも寿司という名前なんですけれども、この名前の由来がマス、鮭、カニ、イクラなんですよ。マス、鮭、カニで、まさかのイクラなんですよね。面白いですよね。いただきます。私はですね、やっぱ鮭とかね、マスが大好きなんですよ。いただきます。油乗ってて美味しい。イクラすごいわ。イクラプチプチ、めちゃくちゃ美味しい。このプチプチ感たまらないね。どっちも美味しいんですけれども、値段がこっちの方が多分200円ぐらい安いのかな。どうだろうな、俺はこっちの方が好きかな。このイクラのプチプチ感にはちょっと衝撃を受けましたね。カニも美味しいしね。鉄道の町と呼ばれている新津駅には現役で蒸気機関車が走ってるんですよ。そこの駅弁もめちゃくちゃ美味しそう。縁側の押し寿司とサーモンイクラ弁当っていうのがあるんですけれども、これもねめちゃくちゃ美味しそうですね。次は新津駅に行ってこのお弁当を2つ買ってみますね。でちょっと食べ比べてみます。今のところ私はエビ千両ちらしとまさかいくらなんでも寿司を食べたんですけども、今のところ私のおすすめはこっちですね。縁側のお寿司とのどぐろとサーモンいくら弁当を買ってみて順位を決めたいと思います。1位をね、新潟の駅弁の1位を決めていきたいと思います。弁当2個は正直多いね。新潟のおすすめの駅弁2個完食です。本当に美味しかったです。ちょっと贅沢な朝ごはんになりましたけど、これからもニンニクハンターチャンネルでは新潟のいいところ、面白いところどんどん紹介していきます。一番美味しい駅弁をランキング付けで紹介していこうと思いますので、これからもニンニクハンターチャンネルをよろしくお願いします。今日はですね、私がただ単に駅弁を食べてるだけの動画だったんですけれども、最後までご視聴ありがとうございました。またね。